さあ。おー、シャッター切れ、切れ、切れ、おー、ちょー中盤のこの一億画素っていうセンサーを積んでるっていうところで、まあ、当然イメージとしてはスピードが出ない、読み込み速度も結構時間かかるっていうのが、まあ、僕の持ってる印象だったんですけど、やはりこの連写性能を一つ取っても他のカメラと全く遜色ないスピード感で撮れると。でこれが中盤のセンサーで出てくるっていうのが、まあ、かなり画期的なことかなというふうに感じてます。その画質をねスポーツの世界に持ち込んでいけばかなりスポーツ写真そのものが変わってくるんじゃないかなと思ってるので、とても期待しています。流し撮りを撮ることが好きで、ひたすら流し撮りだけをやっています。流し撮りの魅力はですね、まあ、やはり一つは被写体のスピード感を表現することができるっていうことになります。でも他にもいくつかあって、自然とその流し撮りをすることによって背景がさーっと流れていくんですね。でその流れていく背景がとても美しかったり、カメラの振り方によってその人唯一のオリジナルの作品を作り出すことができるっていうのがもう一つの魅力ですね。当然速い被写体ほど難しいし、近づけば難しいし、シャッター速度が長くなれば難しくなると。難しければ難しいシーンこそ被写体の背景がより多く流れるので、より面白い写真が撮れると。まあ、被写体のスピード感というのはまあもちろんなんですけど、シャッター速度を私はより長く撮ろうとしてます。でその中で被写体のこれまで走ってきた道、それからこれから走っていく道っていうのを見る人が感じさせられるような作品にしたいなといつも思っています。はい、うわ、おう、早い。フォーカスはね、来ましたよ。フォーカスあっち側でもね、ちょっと認識しだきたから、自転車。いいですね、これ。被写体認識してもこんなに人がいるし、いろんなものあるから映んないんだけど。ここ行ってくれるかな？今の良かったんじゃないですか。今の自転車被写体認識してくれたから、うん、AF は食いつきがやっぱり抜群ですね、はい、全然スポーツ写真撮ってても問題ない。これからスポーツの撮影の現場でも十分使えるものだなと思います。間に合うか、間に合うか。今日は3本使いましたね。今つけている100の200、それと250の単に、1.4 のテレコン、それから、20の30、この3本を使いました。結構広角の流し撮りっていうのをやるんですけど、20始まりのこのレンズですね、これがやはり周辺があまり流れずに綺麗に改造できているっていうのがやっぱり分かっていたので、これすごく使いやすかったです、うん。でズーム角もそんなに大きくないし滑らかに回るので、露光中のズームっていうのも結構使うんですが、これがかなり有効にできたかなと。
やっぱりセンサーが大きくなって中盤になったっていうところで、あの画質的なメリットっていうのはすごくあると思うんですね。で、特に ISO 感度なんかは小型のセンサーに比べてかなり余裕があるっていうところが、あの夕方後半になって日が沈んで暗くなった時とかには、あのファインダー覗いてるだけでもその違いっていうのが分かってきてるので、そういった暗いシーンとかでもあのすごくメリットが出てくるのかなと。で、写真の撮り方っていうのもこれから変わってくるんじゃないかなとちょっと思いました。今日被写体の解像感とかよりくっきり止まっているところも当然大事なんですけど、それと同じぐらいに背景の美しさ、流れていく風景の、まあ、色の鮮やかさとか、そういうところもあの大事な要素なんですね。だからそういうところで、例えば周辺の、レンズの端っこのようなところとかもあのしっかり解像感も出つつも、流れが美しく表現できているというようなところが、やはりこの中盤センサーのカメラであれば実現できると思うので、そういったところで新しい流し撮り写真っていうのを作っていきたいなと思っています。